アナトリア象形文字とは、アナトリア中部に起源を持つ約500文字から構成された標語文字である。かつては、筆体と象形文字と呼ぶのが普通であったものの、この文字で表される言語がルイ語であって筆体と語ではないことが明らかになったため、ルイ象形文字という用語も英語の出版物で用いられる。さらに、古り語を書き表すためにも用いられていたことから、 最終的には、使用地域名を冠して呼ばれるようになった。類型的に、エジプトのヒエログリフに類似しているが、ヒエログリフに由来するわけではないし、エジプトにおけるヒエログリフと同等の神聖な役割を果たしたかどうかは分かっていない。筆体と設計文字との明白な関連性も存在しない。アナトリア小型文字の地理的分布。太い斜線が主要な湿度地 アナトリア象形文字は、紀元前2000年期から紀元前1000年期諸島にかけて、アナトリアと今のシリアで見つかっている。最初期の例は、個人の印象だが、名前、役職、及び、基地上の記号のみから構成され、これらが特定の言語を表記したものかどうか、はっきりしない。実際のテクストは、摂国の記念碑として見つかるが、円盤の上に書かれた文章もいくつか残る。 ルイ語を記していることが確かな最古の碑文は、後期青銅期時代のものである。その後2世紀ほどにわたって、資料のほとんどない時期が続くが、アナトリア小形文字は、初期的期時代に復活する。紀元前7世紀初めに、すでに700年の歴史を持つルイ小形文字は、競合するアルファベットによって淘汰されていき、忘却された。 現存するアナトリア小形文字で記されている言語は、そのほとんどがルイ語であるが、文字の持ついくつかの特徴は、この文字がもともと、ヒッタイト語とルイ語の二言語の環境で発達したことを示唆する。例えば、手を取る、掴む形をした文字が、たという音化を持つが、これはヒッタイト語の単語た、タ取るに対応する。それに対して、ルイ語で同じ意味を持つ、同形語は、 ラマイナスである。たまにアナトリア小形文字で他の言語について記したものがある。例えばフルリ語の神明やウラルト語の語彙など、エジプトのヒエログリフと同様、文字は標語的または標音的である。すなわち語または音を示す。標音文字の数は限られている。その大部分は CV の形の一音節を表すが、 に音節を表す文字も少数ある。多くの文字では母音が A なのか I なのかに関して曖昧である。いくつかの文字についてはどちらかに決まっているものの、多くは流動的である。一つの語は、標語的に書かれることも、標音的に書かれることも、混在して書かれることもあり、限定符が先に置かれることもある。この特徴は、標音文字が詩音のみでなく、 音節文字であるということを除けば、エジプトのヒーログリフと同じである。ルビー象形文字は、項ごとに、左横書きと右横書きが入れ替わる。この方式は、ギリシア人によって、ブーストロペードンと呼ばれている。一部の学者は、ファイストスの円盤やくれた帝国文字と、アナトリア象形文字の関連性を検討しているが、現在のところ、この点に関する意見の一致は存在しない。 王の礼服を着た人物の周りに象形文字を記す。印象の円には設計文字で同じ人物名を記す。この有名な二言語碑文はアナトリア象形文字の解読の最初の鍵を提供した。アナトリア象形文字は19世紀にヨハンルートビヒブルクハルトやリチャード・フランシス・バートンらの探検家がシリアのハマトの壁に書かれた絵文字的な碑文について記述して、 以来、西洋人の注目を引いた。同じ文字がボアズ・キョイでも記録され、アーチ・ボールド・セースはこれらがヒッタイトに起源を持つと、仮定した。1915年までに、設計文字のルイゴと、本字、出版された十分な量のアナトリア小形文字を使って、言語学者たちは文字を読む、実際の作業を開始した。1930年代に、イグナス・ゲルブ・ピエロ・メリッジ、 エミール・ホラー、ベドジフ・フロズニーラによって文字は部分的に解読された。言語がルイ語であることは1973年にジョン・デイビッド・ホーキンズ、アンナ・モルプル語、デイビス、キンターのイマンが従来の音化推定のいくつかの誤りを修正し、特に記号376と377の読みを I ・ E から g、座に改めたことによって確定した。 標語文字は慣用として、ラテン語で大文字によって本字される。音節文字は、ラテン文字に本字されるが、同音の字は、設計文字の本字方式と同様の方式で区別する。例、た、を表す6種類の異なる文字は、タイコールタイ1、タイコールタイ2、t イコールタイ3、イタ4、イタ5、イタ6と本字される。近年、これらの同音字について、再検討が行われ、 新しい音化推定が行われるようになった。例えば、ティーアは、実際には、だ、を表すと考えられるようになり、は、実際には、あ、であり、インドヨーロッパそ語の h に当たると、考えられるようになった。アナトリア小形文字は2015年6月のユニコード8.0で追加された。 アナトリア象形文字のユニコードブロックは U プラス 14400U プラス 1467F である。ありがとうございます。